M1950 件はアメリカ合衆国で開発された銃剣である。スプリングフィールド M1903 小銃にもともと組み込まれていたスライド式スパイク型銃剣を置き換えるために考案された。後に採用された M1 ガーランド小銃に着件することも可能だった。M1950 件は1903年に採用された M1903 小銃向けに 設計されたナイフ型銃剣である。第二次世界大戦頃まで、スプリングフィールド造兵賞、ロックアイランド兵器賞、スミスコロナなどで生産された。刃渡りは16インチ、握りは4インチである。M1 ガーランド小銃に着剣することも可能であった。さらに、1942年に M1 ガーランドの生産体制が、戦時増産体制に移行すると、これに追いつくべく、 M1950 剣では木製だった握りの部分を樹脂製に改め生産性を向上させたものが設計された。このモデルは後に m 1 9 4 2二0剣と通称された。1943年、アメリカ陸軍はより短い1剣の有用性を認め、M1905 及び m 1 9 4 2二0剣を回収し、刃渡りを10インチまで切り詰めて再配備した。 こうした短縮系の M1950 件は m 1 9 0 5 e 1 1と呼ばれた。また新たに生産された10インチ1剣には m 1 1剣の名称が与えられた。1903年に採用された M1903 小銃はもともと銃本体に埋め込まれたスライド式のスパイク型銃剣を備えていた。この銃剣は小銃火力の増大から 今後、銃剣格闘の重要性は低下すると想像されていたこと、及び非常に軽量かつ展開しやすいことから採用されたものである。しかし、1905年1月4日には、セオドアルーズベルト大統領は、ウィリアム・タフト陸軍長官に宛てた書簡の中で、M1903 の銃剣について、あのスパイク型銃剣は、私が知るうちで最も貧相な発明だと言わねば、 なるまいと批判した。これは、日露戦争に際し日本軍に同行した、幹線部官からの報告において、新たな戦術として展開された野州では、重火力の有効性が低下するため、再び重剣の重要性が高まったとされていたことを踏まえたものだった。1905年1月11日、新型重剣の検討のために、スパイク型重剣の製造が中断された。 検討のために設置された委員会では、12インチ長スパイク型、三内市ヨエ溝付けの18インチ長スパイク型、16インチ長ナイフ型、16インチ長ボロナイフ型、塩皮の機能を付した特殊なボロナイフ型などが提案され、最終的に16インチ長ナイフ型重剣が最も優れていると判断された。3月28日には委員会の判断が承認され、 4月3日にはタフト長官が正式名称1905年型重剣としての採用を承認した。M1950 剣のデザインはスプリングフィールド M1892 用の10インチ長重剣を踏襲していたものの M1903 が不評、騎兵両用銃として単銃進化されたことを踏まえて刃が延長されているほか着剣装置がモーゼル式ではなく ノルウェー製、クラッグ小銃と同形式に変更されていた。この着剣装置は強度に問題があったため、1908年には全ての銃剣が回収を受けている。第一次世界大戦前までは全ての金属部品を茶染め処理した上で人部の未研磨、されていた。参戦後は刃も茶染め処理されたほか、1917年以降はパーカー処理が施されるようになった。 関映像兵将によって製造された M1905、銃剣はウォールナット製の握りを備え、刃には武器商の基調と製造元を示す、イニシャル、製造年、製造番号、そして艦球品を示す US の文字が刻印されていた。1905年以降、ロックアイランド兵器商で1919 19年まで、スプリングフィールド造兵商で1922年まで、 製造が行われた。この期間の総生産数はおよそ150万振りだった。第二次世界大戦参戦後の1942年4月には、ユニオンフォーク放射、ユーティカカトラリーオニエダ社をはじめとする民間メーカーでの製造が始まった。民間メーカー製の銃剣には番号の刻印がなく、握りは茶内シクロの樹脂製に改められていた。 1> m 1銃剣の採用を受け1943年5月に生産が終了するまでに154万578振りが製造された。なお、騎兵らは近接戦闘用にリボルバーを用いており、最初期の M1905 章は生皮の多いと木製の本体、針金のベルト釣りを備えていた。M1910 章では大いの主な材質をカンバスに切り替えたが、 岸先に当たる部分にはやはり革が使われた。ベルト釣りはより短いフック型のものに変更された。第一次世界大戦では M1910 章が主に使用され、M1917 エンフィールド章重要に設計された M1917 重剣の鞘も M1905 章の代替品として認められていた。M3 章は第二次世界大戦頃に開発された。 M3 章は金属製の鞘口とクラスファイバー製の本体を備えており、M1910 章と同形式のベルト釣りを備えた。ありがとうございます。